修走、秋下は、日本海軍の駆逐艦。遊雲型駆逐艦、一等駆逐艦の18番艦である。一等駆逐艦、修走は、太平洋戦争終盤に活動した日本海軍の駆逐艦。1944年、昭和19年3月11日、藤永電造戦所で竣工後、訓練部隊の第11水雷戦隊に所属し、 内海西部で訓練に従事した。5月10日より第一機動艦隊に所属した、航空母艦や戦艦武蔵を護衛して、タウイタウイ白地に進出、続いて第一補給部隊に編入され、ダバオに進出した。6月8日、今作戦十字中の姉妹艦風雲が米潜水艦に撃沈される。周宗は風雲生存者を受け入れた。 6月下旬のマリアナ沖海戦に、機動部隊四つ部隊、第二航空戦隊として参戦した。6月20日の空襲で、空母費用が沈没すると、周僧は、両艦と共に、費用乗り組員を救助した。7月上旬、遊具モ型二隻、周僧、早ジもは、第五戦隊、領港、ハグロを護衛して、シンガポールに進出した。その後は、 林河白地で訓練に従事した。8月15日、夕雲型3隻、中層、早地も、新曹は新たに編成された第二駆逐隊に所属、第二水雷戦隊機か、遊撃部隊、第二艦隊各艦と訓練に励んだ。10月中旬以降、第二駆逐隊は、早一号作戦に伴う冷凍機械戦に参加した。10月23日、パラワン水道通過時に、 米潜水艦の来撃で、従順洋艦2隻、あたご、マヤが沈没、従順高尾が大破する。周層は沈没したマヤから乗組員700名以上を救助した。その後、マヤ生存者は、周層から戦艦武蔵に移乗した。10月24日、対空戦闘を経て、同戦闘で武蔵沈没。 深層損傷離脱サンベルナルジの海峡を通過中の10月25日未明、周層は二水線両艦島風と衝突している。同日の対空戦闘で姉妹艦早島が損傷すると、周層は警戒艦として行動を共にした。10月26日、第二水雷戦隊機関の軽巡洋艦の城が空襲により沈没する。遊具型2隻、浜葉。 周宗はに水戦司令部、司令官、早川三夫少将と、野代乗組員を救助した。11月上旬、周宗は、第一水雷戦隊司令官、木村正富少将の指揮下で多合作戦に従事中、第四次多合作戦部隊、空襲により監視切断の損傷を受け、マニラに帰投した。同行で、応急修理中の11月13日、マニラ外空襲により、 軽巡洋艦基礎、駆逐艦三隻、明けの、沖波、初春と共に沈没した。秋下は、1942年度、丸急計画歌三百346号艦として、藤永伝造船所で建造された。1943年、昭和18年8月31日、日本海軍は遊雲型の18番艦を収葬と、正式に命名する。また、 第19番艦も新装と命名された。同日府で2隻、周装、新装は遊雲型駆逐艦に類別された。1944年、昭和19年1月22日、日本海軍は、平山敏夫少佐、当時、吹雪型駆逐艦白雲駆逐艦長を、周装偽装委員長に任命する。同年3月11日、周装は竣工した。同日府で、 横須賀陳府席と正式決定。平山少佐も、中層初代駆逐艦長となった。春行とともに、中走は、訓練部隊の第十一水雷戦隊、司令官、高間艦少将、海軍兵学校四十一期に編入される。十一水戦には、すでに、遊雲型十七番艦の早地も、二月二十日春行も、所属していた。修走は、瀬戸内海に開港され、 3月から4月にかけて、所属艦と共に訓練を受けた。4月2日、平山少佐、修曹駆逐艦長は、姉妹艦早島駆逐艦長へ転任する。後任の修曹艦長には、白津湯型駆逐艦開封沈没時の駆逐艦長、中尾小太郎少佐が任命された。5月10日、駆逐艦四隻、修曹、早島、響電話、 1> 第1機動艦隊、司令長官、小沢寺三郎中将に編入される。出撃を前に、高間少将、11水戦司令官は、連合艦隊、第2艦隊、小沢機動部隊、第2水雷戦隊、第10戦隊など、各方面に対し、周装と、下月は、訓練が十分ではないから、今度も指導に監視配慮してほしいと要望している。5月11日、 護衛艦,艦艇、遊雲型駆逐艦、周曹、早地も、玉派、第27駆逐隊、しぐれ、第4駆逐隊、万潮、の分け、三運は、大和型戦艦武蔵と、空母六隻、第二航空戦隊、巡洋、飛洋、流頬、第三航空戦隊、千歳、千代田、随頬と共に、再起を出撃し、タウイタウイに向かった。5月16日、 空母部隊は、タウイタウイへ到着した。5月19日府で、機動部隊第一補給部隊、輸送船4隻、日英丸、縦川丸、国陽丸、新陽丸、護衛艦、響き、収装浜風、万樹が編成される。22日から23日、第一補給部隊、万樹欠は、第三補給部隊、輸送船2隻、駆逐艦谷風と共に、 タウイタウイを出発する。第三補給部隊分離後の5月24日、護衛中の輸送船立川丸が、米潜水艦がアーナードの来撃で撃沈された。5月25日、第一補給部隊はダバオに到着した。その後、駆逐艦三隻、響き、浜風、周騒は、口の警戒を加齢され、ダバオで待機した。第一次 今作戦に従事していた第5戦隊、秒光、ハグロと、不走型戦艦不走のダバオ機構の際には、同部隊の護衛にも従事した。6月8日、第10駆逐隊の駆逐艦2隻、遊具門型、風雲、満潮型、朝雲は、第5戦隊、秒光、ハグロを護衛中、アメリカの潜水艦兵役の来撃で風雲が沈没した。救援要請があり、駆逐艦2隻、 響き、周曹は、直ちに出動する。朝雲と共に救助活動に従事した後、周曹は、風雲上院136名をダバオへ送り届けた。6月11日、内地から来た三隻、特務艦、即旧、駆逐艦、初島、津賀がダバオに到着する。6月12日、駆逐艦白露の第一補給部隊編入。 周宗の機動部隊をつ部隊編入が発令される。だが周宗と、しぐれは、しばらく第一補給部隊の護衛を続けることになった。6月14日3時30分、第一補給部隊、輸送船、日栄丸、国陽丸、新陽丸、護衛艦、浜風、響き、白露、しぐれ、周宗は、ダバを出撃した。6月15日2時41分、 白露は不要意に船団内を横切ったためタンカーキヨシオーマルと衝突、収葬としぐれの目の前で爆沈した。白露生存者は救助に向かった浜風に収容された。6月15日、第一補給部隊は今作戦参加部隊、山と武蔵などと合流する。6月16日に特設給油船日英丸、日東汽船120トンから、 燃料補給を受けた後、6月17日に、機動部隊と合流し、オツ部隊、第2航空戦隊、巡洋、飛洋、流砲、戦艦、長戸、重巡洋艦、最上、護衛艦、第4駆逐隊、満潮、野分け、三雲、第27駆逐隊、しぐれ、さみだれ、第17駆逐隊、浜風、夕雲型駆逐艦、周宗、早地も、 指揮官城島工事省証券第二航空戦隊司令官に編入された。第一補給部隊に残る駆逐艦は二隻、摂風、初霜となった。6月19日から20日のマリアナ沖海戦で日本海軍は大敗した。6月20日の対空戦闘では、オッツ部隊より空母巡洋が損傷、姉妹艦の費用が沈没する。終は、部隊所属駆逐艦とに、 費用の陸民の救助にあたる。費用のご新衛と直輸は、収葬に放物された。この後、燃料不足に陥った、駆逐艦5隻、浜風、早地も、しぐれ、満潮、収葬は6月22日から23日に、沖縄の中ぐす湾に到着する。第一機動艦隊の大部分も同地に集結した。6月23日午後、駆逐艦5隻、浜風、 早島、周も、修しぐれ、さみだれは、第七戦隊、司令官、白石万竜少将の従順洋艦四隻、熊野、鈴谷、とね、ちくまを護衛して、日本本土へ向かった。六月二十四日、柱島白地に帰島した。六月二十九日から三十日、夕雲型二隻、早島、周も、修は、第五戦隊司令官、橋本慎太郎少将の指揮した。 廟校型重巡洋艦2隻、廟ハ羽黒を護衛して、内海西部を出発、シンガポールへ向かった。マニラを経由して、7月12日シンガポール到着した。同地で修理と整備を行い、リンガ白地に移動した。8月15日、日本海軍は遊グモ型3隻、修走、早地も、新走により、第二駆逐隊を新編する。第隊司令には、 影老型駆逐艦裏風初代艦長等を歴任した白石長吉大佐が任命された。第二駆逐隊は第二水雷戦隊、早川三雄少将、海兵44機に編入される。なお、遊雲型三隻、中層、早地も、新層の第二駆逐隊は太平洋戦争における二代目の第二駆逐隊である。太平洋戦争開戦時の第二駆逐隊は、 白津湯型駆逐艦4隻、村雨、夕立、春雨、サミダレで編成されて、第4水雷戦隊に所属したが、夕立を第3次ソロモン海戦で、村雨をビラスタンモーは野戦で創出し、春雨の長期修理により1943年、昭和18年7月1日府で解体されていた。1944年、昭和19年3月頃、 大本営陸軍部は従来シンガポールに位置していた南方軍総司令部総司令官寺内都市一元水をマニラに移すことを予防した。5月21日南方軍総司令部はマニラに移転した。寺内総司令官の陣頭指揮により南西方面の防備強化を急速に促進することが大本営の意図だったが南方軍は強い不満を持っていた。9月下旬 山下智之大将は、第14方面軍司令官着任に捕食される。これをもって、大本営、港軍とも、南方軍総司令部の最後移転に同意した。南方軍総司令部は、10月20日を目途に、マニラから最後へ移転する予定だった。この任務に協力するため、第2区逐隊は、南西方面艦隊の指揮下に入った。 10月12日以降の台湾沖航空戦における大戦火が速報され、南方軍は縮小ムードで最後に移転準備を進めていたという。10月14日、第二駆逐隊の二隻、周曹、早島は林河白地を出撃し、マニラに向かった、真葬は林河白地待機。二隻、周曹、早島は10月17日午前8時に、 マニラ湾港に到着するが、同地が、第38任務部,部隊、マーク・ミッチャー中将の艦載機による空襲を受けていた。ため、連合艦隊命令により引き返して、ブルネー湾に進路を向けた。この日は、アメリカ軍内部隊が、レーテ湾港のスルアン島に来襲した日でもある。10月18日、早い号作戦発動に伴って、第一遊撃部隊、指揮官、 クリタ・タケオ中将、海兵三十八機、第二艦隊司令長官は、リンガ博士を出撃する。駆逐艦二隻、周曹、早地もは、ブルネイに直接移動し、10月19日に到着した。20日、第一遊撃部隊もブルネイに到着した。10月22日、第二駆逐隊、早地も、周曹、新曹は、第二艦隊主力と共に、 ブルネイ湾を出撃した。翌10月23日、パラワン水道において、従順洋艦アタゴ、第二艦隊機関が、アメリカ潜水艦ダーターの、姉妹艦のマイアが、デイスの来撃で沈没し、同じく姉妹艦のタカオが、ダーターの来撃で大破した。タカオは、第31駆逐隊の2隻、アサシも、長波に護衛されて、戦線を離脱した。リタ中将以下、 クリタ艦隊司令部は、駆逐艦岸波第31駆逐隊に救助された後、戦艦山と第一戦隊機関に移乗して、指揮を取る。終走は、マヤの沈没現場で救助を実施、同艦乗員700名以上を救助した、終走戦闘商法では726名、マヤ戦闘商法では769名。700名以上が駆逐艦一席に乗り込んだため、 総艦もうまくいかなかったという。午後4時ごろ、収葬は、戦艦武蔵第一戦隊に横付けして、マヤ生存者769名を異常させた。10月24日、渋谷海を航行する栗田艦隊は、アメリカ軍機動部隊艦載機の波状攻撃を受けた。その日の周葬は、第一遊撃部隊、第一部隊、戦艦、大和武蔵、長ガ 従順、妙高、羽黒、鳥海、第二水雷戦隊、京準、野城、駆逐艦、島風、第二駆逐隊、早地も、周曹、第三十一駆逐隊、岸並、沖並、第三十二駆逐隊、浜波、藤波に属していた。戦闘序盤、従順妙高、第五戦隊機関が、ひかみなりして、大波、周曹は戦場を離脱する妙高を一時的に、 護衛した後、再び、栗田艦隊第一部隊に合流した。第五戦隊司令官、橋本慎太郎少将は、羽黒に異常した。続く対空戦闘で終走は戦死者12名を出し、若干の損傷を受けた。また武蔵も集中攻撃を受けて、航行不能となる。島風型駆逐艦島風は武蔵に臨場中の、マヤ生存者607名を収容すると、従順と根と共に、 栗田艦隊を追いかけた。日中の空襲で損傷を受けていた駆逐艦2隻、浜風、真相は武蔵の護衛として付き添い、武蔵沈没後は同艦生存者を収容してコロナウンへ撤退していった。このため栗田艦隊に続行する第2駆逐艦隊は2隻、早島も収になった。10月25日未明。 グリタ艦隊はサンベルナルジの海峡を突破する。午前3時6分、速力20ノットで早島に続行していた周僧は、おもかじに変身、直後、左方から来た、速力24ノットの島風、当時、マヤ生存者、約600名便場中と衝突した。周僧の右玄艦首が島風の左玄艦首に衝突する。周僧は、艦全部とスクリューに、 若干の損傷を受けたが、当面の戦闘に影響はなかった。これは島風が岩礁魚雷艇と誤認して、敵、原油の信号を発し、混乱したためだったという。同日午前7時以降のサマール沖海戦で、第一遊撃部隊、栗田艦隊、機関、ヤマトは、米軍機動部隊、護衛空母部隊を追撃する、サマール島沖海戦。戦闘開始時の第一遊撃部隊は、 1> 第一戦隊、山と長と第三戦隊、金剛、春菜、第五戦隊、羽黒、鳥海、第七戦隊、熊野、鈴屋、千熊、トネ、第二水雷戦隊、京潤、野城、第二駆逐隊、早地も、周総、第三十一駆逐隊、岸波沖波第三十二駆逐隊、浜葉、藤波島風型、島風、第1戦隊、 期間、矢作、第4駆逐隊、の分け、第17駆逐隊、裏風、摂布、一祖風であった。第2水雷戦隊の戦火は金張だった。この戦闘で終走は、米空母艦載機の空襲を受けて、戦勝者を出し、さらに島風衝突箇所の損傷が拡大して浸水が生じる。さらに、姉妹艦早地も、第2駆逐隊が、空襲で損傷。 周走は早島を護衛して、栗田艦隊本隊を追いかけることになった。10月26日午前8時50分前後、第二水雷戦隊機関、阿賀野型武巡洋艦の城が空襲を受け、魚雷一本が命中して、航行不能となる。野城は、護衛の駆逐艦浜派、第32駆逐隊と共に、栗田艦隊本隊から落語した。続く空襲で、 さらに魚雷一本が命中した野代は、11時13分に、沈没した。その頃、周曹は、第二駆逐大司令、白石長吉大佐の命令により、早島から、分離、遊撃部隊主体を追いかけていた。途中、対空戦闘及び命令変更あり、栗田長官からの命令により野代警戒に従事する。野代沈没後は、浜派と共に、野代乗組員を救助。 周宗に328名が上官した。第二水雷戦隊司令官、早川三夫少将は、浜派に異常し、浜派を二水戦機関とした。その後、燃料不足となった、駆逐艦五石、浜派、島風、岸波、浦風、周宗は、遊撃部隊主体から分離して、コロン湾ンに向かった。この時、大和以下の栗田艦隊本隊、大和長戸、金剛、 春が、はぐろ、とね、やはぎに同行している駆逐艦は、第十七駆逐隊の2隻、石風、磯風だけになっていたという。午後9時、周曹は、コロン島コロン湾到着とともに、従順なち、第二遊撃部隊機関、司令長官、島清秀中将に横付けして、燃料補給を受ける。一方、 周宗と分離した後単艦で退避行動を続けていた早島は、アメリカ軍機の空襲を受け大破、セミララ島に座礁して放棄された。平山敏夫早島艦長、周宗初代艦長は生還した、12月1日府で、早島艦長職を解かれる。第16戦隊、慶順、絹、駆逐艦、浦波の救援に向かっていた、駆逐艦白ぬ日、第18駆逐隊と、 従順町海生存者収容後に退避中の駆逐艦、藤波、第32駆逐隊も、セミララ東近海で、相次いで撃沈された。10月27日午前3時20分、2隻、裏風、周装はコロン湾出発、途中で、先行3隻、浜波、島風、岸波と合流して、主体を追求した。 10月28日午前に1時にブルネー湾へ帰島した。戦勝者や収容者を従順明光に移乗させたが、野ろ生存者の一部は補充員として収葬に残った。2日後の10月30日に推薦三隻、収葬、島風、浜葉はブルネー湾を出撃してマニラに向かった。一連の戦闘で収葬は主砲通常弾51発。 25mm 機、銃弾1万7000発以上を発射している。戦死者は16名、重軽傷者は65名と記録された。死傷者の大半は、対空機重要員だったという。マニラに到着した周走は、レーテ島への陸軍部隊輸送作戦、多号作戦に投入されることとなった。ところが11月5日、マニラ湾に対する大規模空襲により、従順なち、 第5艦隊機関が沈没、ナチを救援中の駆逐艦明けぼの第7駆逐隊が大破した。また沖並第31駆逐隊も損傷した。2隻は多号作戦に参加できなくなる。終走は第3次輸送部隊として島風等と共に出撃予定だったが、明けぼのの代役として第4次輸送部隊に編入され多号作戦に従事した。 11月8日午前10時30分、第四次輸送部隊は、マニラを出撃する。第一水雷戦隊司令官、木村正富少将、海兵41機が指揮する第四次多号作戦は、輸送部隊第一定団、警戒部隊、霞、一水戦機関、長波、若月、潮、浅島、周走、第七護衛隊、司令官、松山幸二少将、解剖艦4隻、 沖縄、占い守る、11号、13号、輸送船3隻、高津丸、菓井丸、金華丸に所属して、マニラを出撃した。本来なら先に出発するはずだった第3次、輸送部隊、指揮官、早川幹清第2水雷戦隊司令官、帰還島風は、マニラ空襲などにより準備に、遅れが生じ、第4次輸送部隊が先発することになったのである。 翌11月9日夕方、第4次輸送部隊第一艇団は、オルモック湾に到着した。まもなく、第1号が輸送艦3隻、6号、9号、10号も、到着した。だが、大発動艇が揃わず、予定50隻中、使用可能5隻、解剖艦を大発動艇の代用にしたものの、兵員しか陸揚げできなかった。第輸送部隊は、重火器、 弾薬の揚陸を諦め、十一月十日十時三十分以降、順次、オルモク湾を出港して、マニラに向かう。だが、まもなく、b 二十五総発爆撃機約三十機の攻撃、反調爆撃を受けた。対空砲火により敵爆撃機七機を撃墜したが、アメリカ軍資料、陸軍特殊船高津丸、山下機六百五十七トン、輸送船カ貸し丸、 大阪商船、8407トン、解剖艦11号、角座砲機が、沈没、占い守ると、第13号解剖艦に、若干の被害があった。第1水雷戦隊司令官、木村正富少将は、企画地区艦、霞、浅島、長波を率いて、救助作業に当たる。その他護衛艦、1番隊、占い守る、沖縄、若月、2番隊、塩。 収装を輸送船金華丸大阪商船9305トンの護衛につけてマニラへ先発させた。14時以降、収装以下の先発隊はセブ島北端で p 3 8総発戦闘機十数機の攻撃を受け金華丸と沖縄が勝破、収装は14時18分に被弾した。艦首に命中弾を受けたため、 一番砲塔より全部を切断される。戦死勝者55名、戦士20名を出し、速力も14から16ノットしか出なくなった。潮に護衛されて退避しながらも、両艦と共に、金華丸を守り通す。一方、第四次輸送部隊護衛艦、霞、長波、浅島、若月は、第二水雷戦隊司令官、早川右尾少将、機関島風式下の、 第3次輸送部隊、護衛艦7隻、島風、浜派、初春、竹、苦戦艇46号、総海艇30号、輸送船5隻、セレベス丸、タイザン丸、西豊丸、アマテラス丸、三笠丸と合流し、駆逐艦3隻、長波、朝島、若月と駆逐艦2隻、初春、竹を交換した。初春と竹の分離は、南西方面艦隊。 司令長官大川内殿七中将の加齢によるものだった。本来ならば周奏も第三次輸送部隊に合同する予定だったが、損傷のため実現していない。第三次輸送部隊の駆逐艦は五隻、島風、長波、浅島、若月、浜波となり、そのままオルモックへ向かう。なお、セレベスマルは座礁し、苦戦艇46号の護衛下で取り残されていた。 11月11日午前5時、木村司令官時期卒の駆逐艦3隻、霞、初春、竹は、第4次輸送部隊と合流した。18時、輸送部隊、霞、潮、周送、初春、竹、沖縄、金華丸は、マニラに到着して、任務を終えた、某、艦2隻は23時儀。一方、第3次輸送部隊は、レーテとオルモック湾で、 アメリカ軍機動部隊艦載機約340機以上に襲撃され、朝霜を残して全滅した。島風の沈没時に、に推薦司令官早川少将も戦死した。艦首を喪失した周曹は、カビテの第103工作部に開港され、カビテ港第2桟橋に係留された。この時、機関故障を起こした 2ET 型戦時標準タンカーの第5宝来丸、宝来タンカー。 834トンや、応急修理のために開港されていたアケボノ、11月5日、大破、前日も、道山橋に係留されており、岸壁から第五放来丸引くアケボノから収装の順番で係留されていた。11月12日、緊急輸送作戦のためマニラに入港していた、空母巡洋、従順とね、ブルネーで合流、第3地区隊、ユ月。ズキ、 うずきからなる小艦隊は、西村艦隊唯一の残存艦シグレを編入して、マニラを出港、日本本土へ向かった。シグレと入れ替わる形で、軽巡基礎がマニラに残留した。南西方面部隊は、基礎と秋月型駆逐艦下もき、第41駆逐隊を第一警戒部隊に編入した。11月13日午後、マニラは、 アメリカ軍第38任務部隊の艦載機の攻撃を受けた。多合作戦関係艦艇だけでも、収装が護衛した、近海山丸、駆逐艦初春、第21駆逐艦隊、遊雲型姉妹艦沖並、第31駆逐艦隊、到着したばかりの基礎は、空襲を受けて、沈没、大破着艇状態。 カビテの艦艇も空襲から逃れられず、第ライマ丸は、船体後部に直撃弾を受け、同日中に大破着ア明け者は直撃弾一発、試金弾十数発を受けて大破した。周走は、一番砲塔前方と後部甲板に直撃弾三発を受け火災が発生、その後火薬庫に誘爆して炎上した。この時、 対空戦闘中の占い守るが高い防艦占い、守るが炎上して放棄された駆逐艦を発見、乗組員は収走と改装、乗組員を派遣して弾薬を調達している。同日深夜、第二遊撃部隊残存部隊、霞、朝島、潮、初島、竹は、マニラを脱出、ブルネイに向かった。11月14日0500頃、 周宗は右辺を下にして転覆し、環境部が海底に埋まった状態で着艇、明けぼのも同じ十四日朝に環境部の実を海面上に露出させて着艇した。公会長、原田実大衣、海兵71機以下乗員15名が戦死し、25名が負傷した。少なくとも周宗の生存者110名以上がマニラ蓄地,地上部隊に編入された。 11月15日、修曹と早島の喪失により真相一石となった第二駆逐隊に姉妹艦朝下が編入されるが、真相も12月26日の霊合作戦で沈没した。1945年昭和20年1月10日、駆逐艦修曹は遊雲型駆逐艦、第二駆逐隊、帝国駆逐艦席のそれぞれから除籍された。2月10日、 第二駆逐隊は再び解体された。残存した朝霜は、初春型駆逐艦初霜だけになっていた第二十一、駆逐隊に編入された。周想初代駆逐艦長の平山中佐は、早島沈没後の十二月一日府で任を解かれ、一九四五年、昭和二十年三月十日府で、秋月型駆逐艦両月,月艦長に着任、棒の岬沖海機械線から生還した。 修走二代目駆逐艦,艦長の中尾中佐は、前年12月に、秋月型駆逐艦宵い月の偽装委員長となり2月10日、交代16日まで勤務した。戦後、修走の船体は1955年、昭和30年9月に付養され、基礎、明けと共に、マニラ現地にて解体された。解体は、ハリマゾウ戦選挙の儀式による。この三席が、 戦後も長らく放置されていたのは、独立したばかりのフィリピン共和国政府がまだ、財政難でサルベージするだけの資金が不足していたためで、三石、基礎、収葬、揚け物の不を解体は、日本の戦後賠償事業の一環として行われたという、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。